あら、宇田川さん、こんにちは。お、さやさんじゃないですか。買い物ですか？ええ、親に頼まれまして、その帰りです。宇田川さんは？私は今から出かけるところです。今日はアコと約束してて。そうですか。お二人は本当に仲がいいんですね。まあ、雨降って地固まるってやつですからね。あの時は本当にありがとうございました。この前のことがあってからずっとさよさんと姉トークがしたいと思ってたんですよ。今は時間あります？あ、姉トーク？姉がいかに大変かざっくばらんに語り合うみたいな感じ。はあ、親によく言われませんでした？お姉ちゃんなんだからって。私すっごい言われたんですよ。例えばゲームとかやってて私が勝ち続けたりしますよね。そしたらアコが泣き出したりして、それを見て親が言うんですよ。お姉ちゃんなんだからちょっと手加減してあげなさいって。小さい頃はそういうの理解できなくって、私だって勝ちたいしみたいな、そういうのなかったですか？そういうことはあまりなかったかもしれないわね。そっか、さよさんとひな先輩は双子ですもんね。お姉ちゃんなんだからとはさすがに言われないですかね。ええ、親に言われた記憶はあまりありません。だけど私自身が思っていましたね、お姉ちゃんなんだからと。自分でですか？お姉ちゃんなんだから妹の面倒を見ないといけない、お姉ちゃんなんだからわがままを言ってはいけない、お姉ちゃんなんだから、そんなことばかり考えていたような気がします。そっか、ひょっとしたらそれって誰かに言われるよりきついかもですね。今思えばそんなに肩肘張ることもなかったのでしょうけど、そういう性格なのだから仕方ないわね。はぁ、その点妹はいいですよね。そんな苦労も知らずにお姉ちゃん遊ぼうですから。ん？こういうのなんて言うんでしたっけ？なんかこういう時に使う言葉ありましたよね。確か姉の心なんとかみたいな。それを言うなら親の心子知らずでしょうか。姉じゃなくて親か。けど姉の心妹知らず、いいと思いません？姉の苦悩が詰まってる感じして。そうかもしれませんね。あのさよさん、一つ聞いてもいいですか？何かしら。もしも次生まれ変わったとしたら姉に生まれたいですか、それとも妹？生まれ変わったら？そうね、私はやっぱり姉かしら。なんとなくさよさんならそう言うと思いましたよ。私もやっぱり姉ですね。あなたはとても姉が似合うわ。その言葉すごく嬉しいです。っていうかさよさんも姉以外考えられないですけどね。ありがとうございます。姉ちゃんこんなところにいた。あ、アコどうした？待ち合わせにはまだ時間が。ってあれ、もうこんな時間か。そうだよ、遊ぶ時間なくなっちゃうよ。ごめんごめん、さよさんとつい話し込んじゃっててな。お姉ちゃんがさよさんと一緒なんて珍しいね。さっき偶然会ったんだよ、それでいろいろと話してたんだ。そうだったんだ。なんだか最近お姉ちゃんとさよさんが仲良しで嬉しいな。さよさんと私にはちょっとした共通点があるからな。え、なんだろう。あ、二人ともかっこいい。かっこいいって。はずれ。だって二人ともかっこいいもん。違うの？まあけどそう思ってくれてるならそれでいいか。それじゃあさよさん、
私たちはこれで。また姉トークしましょうね。ええ、姉トーク。あ、そっか、二人ともお姉ちゃんだ。アコ正解、やっと気づいたのか。二人ともかっこいいお姉ちゃんだね。